ティッサフェルネスティッサフェルネスはアケムネスアサペルシアのサトラップである。ペロポネソス戦争に介入するなど、古代ギリシアとも馴染みが深く、その言及回数は多い。ペロポネソス戦争の時点で、サルディス大使だったティッサフェルネスは、当初はスパルタと同盟していたが、アルキビアデスの提案によって、戦争を長引かせてスパルタと当てない双方を疲弊させるべく、 アテナイトの同盟に転じた。しかし、紀元前410年頃に、ダイオーダレーオス2世の第二王子、キュロスと交代させられ、カリア大使に職所を限定された。このためティッサフェルネスはキュロスと対立し、キュロスが、新王に即位したニーアルタクセルクセス2世に対して、反乱を起こすと、アルタクセルクセスに味方してキュロスと戦った。キュロスは、クナクサの戦いで戦死し、 ティッサフェルネスはサルディス大使に返り咲いた。ティッサフェルネスはキュロスに味方したイオニア諸都市を攻撃したためにスパルタと敵対し、紀元前399年のスパルタを挙げしラオす2世の小アジア遠征において新産を舐めさせられた。ティッサフェルネスは敵がカリアに進撃してくることを予想してカリアに軍を結集させるも、当てが外れて、 せっかくの大軍を優兵化させ、敵に多くの戦利品を渡してしまった。その後彼は、直接アゲシラオスの軍と矛を交えたが、アゲシラオスは、騎兵が有利な平野を避けて不評に、有利な場所で戦ったため、数で勝る、ティッサフェルネス軍を大いに破った。愛則、ヒロソを失った恨みを抱いていた皇太号パリュサティスの残言を受けていたティッサフェルネスは敗戦の責任を、問われ、 大王の派遣してきた千人隊長、キトラウステスにより処刑された。公認の大衆には、ティリバゾスが任命された。ありがとうございます。